おはようございます。6月5日金曜日朝4時28分です。四国地方はすでに梅雨入りしたんですけど、結局梅雨入り宣言があったその日だけ雨降って、それ以降全く降ってませんね。あの梅雨入り宣言は何だったんだろう。それでは今朝も朝のルーティンということでバリスタでスタートします。いただきます。うまい。日中は30度ぐらい気温が上がる日がここのとこ続いてるので、昼間に飲むコーヒーっていうのはホットよりアイスを選ぶことが多くなってきました。ただまだ朝方は、ちなみに今この部屋の室温が24度なんですけど、まだ若干肌寒いので、アイスよりはやっぱりホットかなということで、まだバリスタ飲んでます。今日は5のつく日ということで、ヤフーショッピングで5のつく日に購入すると通常よりポイントがたくさんもらえるということで、先日発表になったこのソニーの新しいコンデジZV-1 を予約開始日にはあえて注文せず、今日までずっと待ってました。で、今日夜中に目が覚めた時に、早速注文しようとしたんですけど、残念ながら購入予定だったこのカメラの大林さん、在庫切れで購入できませんでした。残念。ここがね、一番販売価格も安くて、でさらにポイントもたくさんもらえるっていう、ちなみに 21% 獲得すると約1万5000円ほどポイントもらえるんだったんですけど、残念ながら大林さんでは購入できませんでした。別のショップで購入することで、もうこのポイントよりは若干少なくなるんですけど、2000ポイントぐらい少なくなったのかな、ぐらい少なくなったんですけど、一応通常時で買うよりは多めなポイントもらえるっていう形で予約することができました。そこのショップは予約するとどうも発売当日に届けてくれるみたいなので、それはそれでね良かったんですけど、ちょっとポイントが予定してたより少なくなったのが非常に残念です。今日のカメラですが、富士フイルムの X-T4 にレンズが 23mm の F2 で、フィルムシミュレーションが、今日はエテルナだったかな、エテルナを選択して、若干色味調整してますが、で撮影しています。どんな感じですかね。購入してからね、実はあんまりエテルナ使ってないんですよね。他のフィルムシミュレーションをずっとこういろいろ試してたんですけど、一番有名なところで言うとこのエテルナなんですが、エテルナで最初の方でちょっと1、2回撮ったぐらいで、その後ずっと使ってなかったんで、ね、今日はちょっとこのエテルナを使って1日撮影したいなと思います。X-T4 使い出してもう何日になるのかな、約2週間ぐらいになるんですけど、なかなか、当初思っていたよりは手ぶれ補正の効きがいまいちだったり、残念な箇所はあったんですけど、おおむね良好で気に入って使っています。でバッテリーの持ちですが、以前までのモデルを使ったことがなかったのでもう単純比較できないんですけど、 G9 プラとかと比較してみると結構持つ感じですね。今バッテリー1本しか持ってないんですが、1日撮影しても残量半分近く残ってるので、予備のバッテリー買わなくてもいいかなと思ってるんですけど、どうしよう。購入のキャンペーンで、純正の充電器を、確かまたもらえるんですが、一応応募はしてるんですけど、また後日送ってくる予定なんですけど、あれ確か同時に2本充電できるようになっているので、1本買い足そうかどうしようかちょっと悩むところですね。今のような使い方だとおそらく予備バッテリーなくても全然いけるんじゃないかなと感じてます。お昼2時過ぎになりました。車の外気温計ですが見てください。31.5 度、めちゃくちゃ暑い。そして燃料が空です。大きめなブラックバスがいますね。何度かドローンを飛ばしたことのあるため池です。さすがに平日の昼間なので誰もいませんね。夕方5時半を回りました。今日は少し早めに仕事を切り上げてさっき帰宅したんですが、早速いただこうかと思います。じゃーん。宝の焼酎ハイボール。強烈塩レモンサイダー割り？これ、今どうなんだろう。一時期は期間限定商品だったんですけど、今、冬場でも購入できてるんで定番になったのかな。まあ、最近のお気に入り、この塩レモンです。それではいただきます。お疲れ様でした。めちゃくちゃうまい。今日はあるものを購入してきました。1年半から約2年ぐらい前から探してたものなんですけど、なかなかこう気に入ったものが見つからなくて購入できてなかったんですが、やっと納得できるものが見つかったので、今日購入してきました。これです。じゃーん。もう箱見ればわかる人はわかる箱です。ライカ Q タイプ116のチタングレーです。もうこのカラーをとにかくずーっと探してたんですけど、なかなかこれといったのを見つけることができずに、まあ今まで時間経過してきたんですが、ようやく納得できるモデルを見つけることができました。このチタングレーは、一時期、期間限定で発売されていたモデルで、まあ、今はもう新品で手に入れることできないんですが、まあ、なかなか絶対数自体も少ないので市場に出てくることがなかったんですけど、まあ、やっぱりQ2 の発売がきっかけなのか、少しずつ、中古市場にも出てくるようになりました。まあ、それでもどうしてもなかなかこう程度のいいものっていうのが非常に少なくて、もう程度のいいものがあったとしても非常に価格高くてなかなか手が出なかったんですけど、ようやく自分が納得できる程度のもので、価格もこなれた価格のものが見つかったので今回購入しました。ライカ Q といえば、一番最初にブラックを購入して、で、その後しばらく使ってから、ライカ Q2 を去年購入しました。で、ライカ Q2 を購入した時に、もともと先に購入していた Q のブラックを、うちの親父が使うということで、うち親父に譲って、今まで Q2 使ってたんですが、もうどうしても、このチタングレーが欲しいということで、今回、Q2 をまたうちの親父に譲って、で、Q を売却して今回購入し直しました。確かに Q2 自体も非常に気に入ってたんですけど、まあ、レンズの性能自体はもう全く同じレンズ。まあ、防塵防滴の違いっていうのは若干あるんですけど、基本的にレンズの性能っていうのは、もう Q も Q2 もほぼ同じで、写真の写りっていうのは、もう Q も Q2 もほとんど、まあ、画素数は変わりますが、もう綺麗さだとか、あと、ライカらしい色っていうのはもう全然変わらないので、写真撮るだけならもう Q でも全然問題ありません。ただどうしても動画撮影するときに、この Q はフル HD で Q2 は 4K で撮影できるんですが、そこの違いっていうのはどうしてもあるんですけど、まあ、ライカ Q2 を使っての 4K 動画の撮影っていうのはおそらくもう今後ほとんどすることがないと思うので、もう写真だけで考えた場合はもう Q2 使うのも Q 使うのも、プリントするときに引き伸ばしさえしなければもうほとんど困ることはないので、今回この気に入ったチタングレーを購入して、Q にまた戻ってくることにしました。カメラってやっぱり道具なので、性能ももちろん大事なんですけど、やっぱりね、自分が気に入ったモデルを使うっていうことは非常に大切かと思います。気分のね、上がり方がやっぱり違う。で、これですよ。おー、めちゃくちゃかっこいい。一応中古品ということにはなるんですけど、気になるような傷とかスレっていうのもほとんどなくて、あと付属品関係も全て揃ってて、まあ、こういった限定のストラップ等もちゃんと付属していた本当にいい買い物でした。まだレンズフィルターだとか、あとサムグリップ等を装着してないので、この辺りはまた徐々に買い足していこうかと思います。このね、サムグリップも結構高いんですよね。いいやつになると3万円ぐらい、安いモデルでも1万5000円ぐらいするのかな。長かった自粛生活も解除になって徐々に普段の生活取り戻しつつはあるんですけど、まあなかなかかといって県外に遊びに行ったりはできないんですけど、まあ、近場で写真撮影したり動画撮影したりっていうことは、徐々にできるようになってきたので、またこのライカ Q を使って、写真撮影していきたいと思います。あと今日撮影しているこの富士フイルムの X-T4 で動画撮りつつまた楽しんでいけたらなと思います。というわけで本日の動画は以上となります。是非チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。